どうも重大発表です。はい、重大発表。はい、うん、早速いってみますね。はい、はい、彼女できました。どうしたらいいの俺それ突っ込めばいいのいいのちょっと嘘なんですよね。あーだよね、はいはい、残念びっくりしたよね。何も聞いてなかったくせにあれって呼びたいところなんですけど、それは違うんですよね、はい、違うんです、はい、ちょっとね、いろいろ考えてちょっと変えた部分があるので、はい、YouTube 見てくださってる方に発表していきたいなと思って時間を取らせていただきました。はい、はい、2つあります。はい、はい、まずいろいろ考えてね、僕ら話し合った結果1つ目、うん、YouTube 今まで過去動画出してたのを9割ほど削除します。はい、8割ぐらいかな。言い過ぎました、8割です。8割から大体ね。非常に残念です、僕としては。うん、旅始める前からやって、まあ、勉強して、まあ、YouTube の、ね、投稿したこと全く分からなかったですから、うん、その一人でやってきてなったんですけど、8割ほどもう削除してしまうと。はい、はい、ちょっと理由はちょっと西村の方からちょっと、理由は僕の方から。はい、僕の方、まあ、そうですね、あの2人話し合って、まあ、こういう結論に至ったんですよね、うん、でまあ何でそのわざと消すんだよっていう話だと思うんですけど、じゃあなぜかなというと、まあ、もうちょっとこう、まあ、あんまり言うとあれなんだけど、質のねちょっと低め、皆さんから見て質の低めな動画をこう たくさん扱っているチャンネルっていうことをちょっとずっとやっていくと、はい、まあ、あんまりよろしくないんですね。ちょっと言葉濁しますけども、はい、うん、ちょっとあんまりよろしくないわけですよ、で今ね、あの収益が無効になっちゃってるよとかそういうこともいろいろあったりするんで、はい、その辺 あの絡みだと思ってください、はいはい、でその上でね、まあ、収益化したいっていうのもありますし、あの見てくださってる方たちももっと楽しんでもらいたいなっていう気持ちもすごくたくさん、ね、ありますんで、質をちょっと上げていきます。でチャンネル自体も質を上げていこうと思ってますので、はい、うん、ちょっと今現段階にね、演奏をつなぎ合わせただけっぽいやつとか、ぽいやつね、もう編集はしてるんですよ、してるんですけど、そういうっぽく見えちゃうやつとかはちょっとね、除外をして、はいはい、これからはちょっとアップしていこうかなと、そういうふうに思います。はい、うん、と OK です。うん、まあでもね、あと多分1週間ぐらいはまだ警察に残ってますかね。まあ、そうかな。ちょっと俺今日明日あたりでやっちゃいたいなと思ってる。まあまあ一週ぐらい全然バフバフってもいいです。残していきましょうか、じゃあ。はい、はい、まだね、見られてない、見たいと思ってて見られてない方も中にはね、もしかしたら、うん、本当に一人二人はいるかもしれないので、はい、はい、ちょっとね、期間を設けようかなとは思ってます、はい、じゃあ一応2月11日まで残しておきましょうかね。そうしようか。残しておいてもまだ大丈夫ですもんね。うん、大丈夫、はい。2月11日、まあ、2月12日にはもう消えてると思うので、おそらくね、それまでに僕らの熱狂的ファンの方ね、はい、今のうちにチェックしておいてください。そうですね、はい、はい、です。ぜひね、はいはい、でもう一つ、はい、毎日撮影をして、更新していきますよと、発表していましたが、僕行く前からね、発表していきましたが、はい、これをやめます。はい、やめます。すみません、週に2回か3回の目安にしますね。うん、はい、まあ、これもね、さっき西村が話したことと、まあ、関連してくるんですけど、うん、やっぱりね、今の YouTube ね、量っていうよりはね、質を求めてるようなのでね、うん、はい、なのでね、まあ、質を上げた動画を上げたいという僕たちの気持ちが強くなったというところですかね。そうですね、っていうのと、あとまあ今までね、その、はい、まあ、じゃあ質が悪いとされてきた僕らの動画、はい、うん、そう思ってないよ、僕らは思ってないけども、そうなってしまっていると、うんうん、っていうのは理由考えたんですよね、うん、なんでそうなっちゃってるのかなと思って、はい、やっぱ物理的に時間が足んないっていうことで、はい、すごい質を上げることを妥協してきたんですよね、はい、ちょっとね、うん、なのでね、そこを時間を確保するっていう意味合いでも週2、3ぐらいにできれば、もっと質のいいものもできるし、うん、楽しんでもらえるかなとも思います、ね、間違いない、うん、さっき濁したその辺の話とかっていうのもね、クリアしてくると思ってますんで、はい、うん、その方がいいかなということで、ね、そっちの方向に行きます。そうですね、うん、はい、以上です。はい、はい、完結ですね、はい、これからどうするんですか、
なんか意気込みとかあるんですか？多分これからね、チャンネルが生まれ変わるぐらいの勢いなわけですよ、はい、過去の動画もなくなっちゃって、うん、もうちょっと新しめの動画が出てくるわけ、はいはいはい、うん、もう新時代と言っても構わないと思うんですよね、うんうん、過言ではないと思うんですよ、はいはい、なんか意気込みとかあるのかな、意気込みね、はい、まあね、面白い動画を作っていけばね、経費でもらえると思うんでね、芸能人いろんな方が YouTube 参戦してますよ、参加してますよ、してるね、もうすごい勢いだよね、はい、うん、もうね、うん、投稿すらしてないのにね、上げた途端30万人とか登録者いたりとかね、うん、いるわけですよ、うん、はい、まあね、面白い動画を上げてきたら超えていくことは可能だと思うのでね、うん、はい、まあ、ひたすらそこを研究、追求していくだけです、僕は。そうですね、はい、うん、頑張りますですね、はいはい、僕らもね、チャンネル登録者4万人という目標ありますので、はい、なんとかね、達成できるように頑張りたいと思います。いきましょう、はい、今、志田さんは作った瞬間30万人いきましたね、はい、もう芸能人はいいんだよ、もともといるからあんだ、うん、ね、はい、うん、そんなわけで、はい、頑張ります、頑張ります、はい、じゃあ、バイバイ、はい。